猿が、森砂丘猿が、森砂丘の位置下北半島の東海岸にある、細長く砂色の領域が猿が、森砂丘猿が、森砂丘は、青森県下北郡東通村の尻楼から、小田の沢までの太平洋沿岸に広がる、海岸砂丘。猿が森の名は、アイヌ語の、猿か、もらいに由来すると考えられている。下北砂丘とも呼ばれる。面積は、 およそ7平方キロメートルである。幅は東西約2キロメートル、長さは南北約17キロメートルで、約6000年前の縄文海進期以降に太平洋からの砂が堆積して形成された。面積は測られておらずよ外との正確な比較は現状できないが、日本最大規模の砂丘と言われている。ほぼ全域が防衛装備庁の下北試験場となっており、 ほとんどの場所で一般人の立ち入りはできない。ヒバの埋没林は数少ない観光スポットで現在目にすることができるサル。猿が森ヒバ埋没林は約800から1000年前のものとされ、青森県の指定自然環境保全地域にもなっている。かつて下北半島にはヒバの森が広がっていたが、自然現象による砂の移動と製鉄のための砂鉄採集や、 森林伐採など人為的な攪乱によって埋没林が形成された。砂丘には大小20前後の砂丘湖が散在しており、大沼と砂丘沼は姫マリモが生息している。また、砂丘の後廃湿地には、浜ニンニクや工房麦、ケカモノハシの群落などの植生が見られ、神別部玄五郎、大姫ゴ五郎、エゾゴ五郎もどき、 エゾコガムシなどの水生昆虫が生息。砂丘上では、大オきバサシガメ、日本花高バチの生息が確認されており、環境省の生物多様性の観点から重要度の高い湿地に指定されている。砂丘にある沼は、北から順に、この他小さな沼が多数ある。ありがとうございます。